中田、放送遊びじゃないよ。いや、知ってますよ。絶対遊んだらダメだからね。うんちおんち中地ラジオ、略してちちちラジオ。今週も始まりましたちちちラジオ、パーソナリティの上地でも下地でもない中地と、夏休みど真ん中、8月6日火曜日夜11時を回りました。皆さん幸せですか？ボーズメンケンです、よろしくお願いします。誰誰？ボーズメンケンです。あった、そんななんか語り口調というか、上地でもない下地でもない中地です。中地っていいなと思って、はい、なんか俺も考えたいな。何その素敵な前工場びっくりした。俺さ、中地の自己紹介実はいいなと思ってて。いいですよね。中地しかできないさ。そんなことないですよ。いや、中地しかできないさ。上地でも下地でもない中地ですなんて。ああ、確かに。中地しかできないさ。下地さんはちょっと、うん、いや、上地さんとかやりにくいし、やりにくいし、うん、下地でも中地でも中地っていいな。まあ、尾崎とかでもできないんだよ上地でもない下地でもない尾崎です。そりゃ そうだよな。意味がわからなすぎる。そう、ああ、なんも羨ましいな。これでも、あの、考えてくれたのが諸説あって。諸説？中田さんが考えたっていうのと、中地じゃないわけ。あ、そうですそうです、うんうん、港さんが考えてくれたっていう どっちのパターンもあるんですよ。あ、そうなの。でも、もうでも結構長いんじゃないの。記憶もおぼろげでめっちゃスケボーしてるな。どういうこと。デジオリンピックに影響されてる人でし、堀米くんと、ね、今日スケボーオリンピックやってたけど。あ、そうなんだ。うん、あ、キャンさんがスケボーしてますね。まあ、まあまあ、異名、異名は、はい、だからそれ羨ましいなと思って、俺も考えたいなと思って。はいはい、キャッチフレーズ的な。でこっち来る車の中で、はい、今の今言ったやつと、はい、好きな四字熟語は、四字熟語は満腹中枢です。どっちにしようか迷ってんだ迷ってて、入ってきたテンションで決めようと思って、はい、まあ、あんな感じになりましたけど。なるほどね。あ、四字熟語シリーズいいですけどね。いっぱい用意しなきゃいけないし。四字熟語毎回書いてもいいんじゃないですか。だから大変さ、そしたらネタ切れなるさ。え、いや、四字熟語はネタ切れならないでしょ。マジ？別に毎回その違わなくてもいいですからね。一緒だったらちょっと嫌だった。いや、でも別に変えたい。あ、まあ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 、うん、何でもできますよ。中地はじゃあ何、大阪桐蔭とか。あ、江南の一回戦ね。ね、うん、上手だな、話題持っていくの江南あさってでしたっけ、試合2日目の第一試合かなんかでしょ、ね、さすがだな。いや、何でもいけるんじゃないですか。だから満腹中枢も大阪桐蔭も言ってしまえば四字熟語ではないですからね。まあな、うん、4つの漢字で構成された。でも満腹中枢の方が四字熟語っぽくない？うん、かなり。大阪桐蔭よりは、うん、まあ、今 パッと出しただけだからそんな言われてもよ。いいじゃないですか。坊主弁健です。好きな四字熟語は何々です。あ、逆逆逆、好きな四字熟語は満腹中枢です。どうも、坊主弁健です。ああ、まあそっちの方が気持ちいいか、うん、あの、うん、漫談とかする時の頭に使いたいのよ。はい、はいはいはい。だからいろいろ探したいなと思って。今回やってみたらいいんじゃないですか。あ、ちょっともうバレてるんでやめます。こういうのはでもそのフォーマット化していく方がいいですから。バレるバレないじゃない。今一応ありはするわけよ。あ、つかみが。つかみっていうか、あのキャッチフレーズ出てきたらいつも同じこと言ってる。バツイチエンジョイ中の坊主みたいな。はいはいはい、最近言ってますね。をずっと言ってるんだけど。うん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 。だからなんか別にさ、つかみでっていうよりは、まあなんかキャッチフレーズですよね。覚えてもらうためにっていうか。ああああああ、ね、別に下地でも、あの上地でも下地でもない、なんかちょっと面白くないさ。面白くはない。でもなんか
覚えれるさ、耳心地というかね、ね、うん、遊べるし、うん、みんなもボケやすいし、うん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 、そういうの欲しいなと思ってるんだけど、じゃあもうだからもらっていいじゃん、四字熟語 もらう中地をもらっていい、もらう中地ごと、中地ごとごとごと、すごい根こそぎもらわれるな、うん、だから名乗らんで相当行ってきましたよ、もうこれからもう多分このキャッチフレーズ多分もう6、7年ぐらいは言ってるんじゃないかな、この今日番組終わってから、ああ、もう言わない今日を機に今日き今日がだいぶな、だいぶ僕の中では馴染んできてるつもりではあるんですけど、馴染んでる、ああ、いや、まあ、ちょっとケンさんのキャッチフレーズにも今後期待ですね、期待っていうか、まあ遊びたいね、ああ、せっかくですから、うん、はい、はい、あ、スケボーボーイ、スケボー少年が、僕も自己紹介考えてます何してんのみんな、みんななんで自己紹介をおのおの考えてるの、あの人ケンさんは分かるけど、ケンさんは分かるけど、そのキャンさんはどういうこと、そのうちドローンしながらスケボーするし、あ、でもキャンさん何とでもできそうですけどね、 DJ やったりするしな、ああああ、ちょっとじゃあお願いしていいですか、はい、Who are you? Yes, I can! どうも !FM ギナーの仕事ができる男、ケンでーす！あ、いいです。あ、でも僕もなんかそっち系かなーってなんか勝手にイメージしてました。まあまあまあ、ああ、Who are you? うん、からの。I am Ken。仕事ができる、まあ自分で言わんけどな仕事ができる男確かにね。あんまり自分で言うもんではない。あんまり言うものではないですけど。あ、いいですね。キャッチーで覚えやすい、うんうん、それぞれ考えてみてもいいかもしれないですね、うんうん、地面師たち見てますか、見た、終わった、うわキャンさんまだまだ、うわ、あ、俺もうもったいなさすぎて、うん、何もったいなさすぎて、その7話なんですよ、うん、まあその地面師たちっていう今ネットフリックスのオリジナルドラマがすごい、話題になっていまして、シーズン1が、7話、うん、はい、もうすでに公開されているんですけど、まあ、あらすじ的にはその実際に日本で起こった詐欺事件をモチーフにしている作品で、まあ、土地の所有者と偽って、大手企業から、お金を騙し取るみたいな、そういう詐欺のことを地面師って言うんですって、うん、でその地面師たちが、主役の作品なんですけど、だから7話しか出てないので、うん、もう一気見したい気持ちをもうこらえて、あ、でもなんかちょっとできないもんな、環境的にな、子供もいるし、いやいや、だからちょくちょく見ようと思えば見れるんですよ、携帯でも見れますし、気持ちをこらえてどうにか今3日に1話とかのペースで、あ、マジ、まだだから4話かな、あ、半分、めっちゃ面白い、やばくない、面白いな、まあ内容もそうなんですけど、もう役者陣が豪華だな、ちょっとレベチすぎて、でネームバリューももちろんそうなんですけど、やっぱりそのなんていうの、素人ながらにこういうのは、ええ、お前だって一流俳優だろ、まあ、一流朝ドラ俳優ですから、まあ、じゃあ同じそのプロ目線から言わせてもらうと、いい演技見たらやっぱ満足度高いね、もうなんか一気に満足度が、俳優中地キャラいいね、いやすごいわ、面白いね、オーシャンズイレブ、ああそうですね、はい、うんうんうん、そうね、うん、もっとなんか渋い、うん、いぶし銀ななんかオーシャンズイレブンみたいなのを想像してもらえればいいと思うんですけど、まあ、主役が、豊悦さん、豊川悦司さんでしたっけ、はい、豊悦さん、この方のもう演技がちょっと怖すぎるわ、あれあれダメよあれはあれはだって、お前まだ4話だろ、4話
4話か、うん、あはいはい4話かまだあれですね、お前、ま、グロいのダメだったんじゃない、グロいのそんなに得意ではないですけど、そこまでグロ描写あるわけではないんじゃないですか、たまに、いやでも結構市場から結構普通に怖いか、もうちょっと言ったらもっとちょっと黒いのかな、そうなんだ、PG 設定されてましたっけ、 PG かな、まあ、R16 なのかな、あそうそう、年齢制限もあってちょっと暴力的なシーンがあるっていう、ね、うん、もう本当にこの豊悦さんの演技が良すぎて良すぎて素晴らしいよね、あとは綾野剛さん、あ、北村一輝さん、はいはいはい、ピエール滝さん、小池栄子さん、いやー凄まじすぎるわ、そう、ね、もうなんかドリームメンバーって感じですよね、なんか詐欺集団って感じで、詐欺集団って感じする、あハマり役だな、北村一輝さんがめっちゃ僕好きですね、ああでもなんか俺あの役北村一輝なんだと思ったけど、あんな感じのあんま見なくない、見ない、意外な、言ってしまえばなんかザコチンピラみたいなね、ああそう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 、感じなんですけど、僕はそれがなんかグッとハマってるような感じがしましたね、うん、まあ、もっと渋いねキャラクターのイメージはありますけど、あとさす、もうやっぱピエールさん凄まじいですね、うさんくささ、うさんくさい感じあれ演技でやってるんでしょうね、もちろん、あるんだよ、うさんくさいわ本当に内容に支障出るぐらいうさんくさいですね、まあでその辺がもうちょっと詐欺師感、どこまで言っていいかわからんからな、まあね、まあ、見てる人もいるだろうし、うん、でも楽しかった、全部見たけど、いやーシーズン2もあるの、2どうなんですけど、ネットフリックスって、うん、結局あれじゃないですか、シーズン1で終わりますからね、まあまあね、なんで日本のドラマだけこんなシーズン1で終わらせるの、知らねえ、死ぬほどバズったら2考える、2考えるみたいな感じですよね、あ日本のそのネットフリックスのドラマで続編が出てるの多分今和の国のアリス、あれも面白かったね、だけじゃないかな、あそうなの、忍びの家も好きだったんだよな、ああありましたね、あとはサンクチュアリとかね、まあだいぶちょっと最近目ですけど、サンクチュアリもだいぶバズって、サンクチュアリ見てないんだよな、この体型でこの体型でって関係あるかや、ほぼケンさんみたいな人ばっかり出てきますよ、いやいやいや、いつでも見れるかなと思ったらもう見るタイミングを逃し続けている、もうあれ今更見るかって思って、今更ね、どうなんですかね、うん、今見ても絶対面白いと思いますけど、まあ ね、だからそのバズりにバズりまくらないと多分シーズン2作らないと思うんですよね、そういった意味だとどうなんだろう、アリスぐらいか、マジで僕が知ってるのはね、うん、ヤマピー、ヤマピー出てたの、ヤマピーね、ヤマピーもエロいよね、ちょっと話戻って、地面師たち、地面師たちの話題に戻りますけど、挨拶までかなと思っていやもういいよ、はい、あなたのキャッチフレーズはキャッチコピー何でもいいです、うん、今物件としては2軒目に取り掛かってるんですよ、どれか2軒目って、あ、はいはいはい、天さんのところ、天さん、天さん、お寺の住職さん、お女性の、お、あれ、あれで最後、あそれで終わるんだ、うん、へえ、どうなるんだろう、あで100億規模のやつだろ、ね、お、あれが最後、うん、でこれがそのまあ、地面師っていう単語も僕は知らなかったですし、 あれですけど、うん、実際にあったんすね、うん、だからね、しかも結構最近、バブル崩壊後とかじゃない、だから平成
初期出来事じゃないの。いつって言ってたかな。バブル崩壊だから90年代前半とかに本当にあったやつじゃないのって思ってるけど。結構最近だったと思いますよ。あ、そう。2017年。あは、全然最近、7年ぐらい前し。すごくない？こんな最近だもん。もうとっても大きなニュースなので、まあいろいろニュースにもなってますし、ググったらすぐ出てくると思うんで、言いますけど、積水ハウスさん、あの積水ハウスでおなじみの、あんな大手メーカーが騙されて、2017年、55億円マジですごくない？全然覚えてないな。いや、そりゃねえ、覚えてないでしょ。あ、まあ、そっか。これだから積水ハウスさんに対して、この土地は僕のですけど、よかったら買ってくれませんかって。ちょっと中地やろうぜちょっと待ち沖縄でいける、いける、いける、ちょっといける、いや、いけるか。軍用地主なんですけど。軍用地主たちスピンオフやるか。ちょっと面白そうだけど沖縄版、いや沖縄版地名士たち、軍用地主たち相当な詐欺ですよね。すごいよな。だってその人になりすまして、でも本当に組織的な、だって偽造とかもしないといけないよ、ね、その書類の。すごいわ。なんかまあその犯罪をね褒めるのはよろしくはないんですけど、その発想としてだからな、引っかかるんだ、騙されるんでしょうね、だろうねいやすごいわ。どうやったらこんな詐欺思いつくんだ。これ日本だけなんですかね。ああ、どうなんだろうな。詐欺の手法としては、いや、どっかにもありそうじゃない。どこにでもあるのかな。だって結局な、このね、中でも言ってたけど、要は戦争って土地の奪い合いみたいな、ってことはどこにでも起きそうなことじゃない。いや面白いわ。地面師たち、ぜひ見ていただきたいですね。もうケンさんは見終えたと。一気見するタイプだから、一気見して、その上でやっぱり満足度が高かったっていう。あ、面白かったね。ことですよね。まあ、途中段階なんであれですけど、一個うんってずっと思ってるのが、なんかエロいシーンがやたら多いな。そうか、今のところ。あ、あのあれでしょ、お坊さんのやつでしょ、あれはあそこだけよ。あ、そうなんだ。なんかな、もう一回出てくるけど、でもあのところだけ。なんかな、そのエロいシーンがちょっとチープな感じがします。そんなエロい感じはしなかったけどな。わざわざ、だから別にがっつり出てるとかではないじゃないですか。衣類つけてる感じも、なんか違和感感じるなというか、やたらなんかポン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 って出てきてたんですよね、この 2、3話あたりで。でわざわざ何回も何回も見せなくていいのに。え、そんなに出てた？1回カット入るだけでいいかなって勝手に思ってたんですけど。あのお坊さん以外でってこと？いや、お坊さんのところで。はい、お坊さん、なんかな、なんか濡れ場が僕はあんまり好きじゃなかったですね。わざわざなんか無理やり濡れ場を、無理やり濡れてる。だって要はこの一本も寺から出ないお坊さんの、が実はの何かを掴むためにやってて、結局性癖がっていうことだったってことでしょ。別にそこまでかな。あん
そこまでかなっていうか、いやもっと見たら分かるんじゃない。ああね、だからちょっとぜひ皆さんもね、見られてない方いたら地面師たちマジで面白いんで、で見終わってから言おうぜ、途中で言わんで、いいさ、途中だとどこまで言うかとか、お前が見てるところの俺は先を知ってるから言うよ、俺ちょっとダメだから、来週だからお前全部見てから言って、お願い。でも多分来週もあと本番前に一回言って、じゃあこの何話まで見ましたみたいな地面師見てましたみたいなのを本番前に言ってくれたら、どの辺あっちまで行ったとか言えるじゃん。でももうあと3、4話しかないから、ちょっと見るペース落とそうかなってまで思ってますね。いやもう一気に見た方がいいよ、来週までに1話、8月中に見れたらいいなっていう。だから8月そしたらずっと楽しいから。いや全然他にも面白いのあるだろうな。いやあると思いますけど、やっぱ僕の今のホットなドラマ、ね、俺今日ちょっと見てたのは、はい、卒論なんだっけな、卒論にするには難しい殺人だったかな、なんだったかな。ケンさん意外とね、映像作品よく見られてますもんね。見てるけど、それネットフリですか、ネットフリオリジナル、うん、へえ。最初面白そうだなと思って、はい、見てたけど、なんかなんかあーって感じだった。そこまでではなかった、うん、最初だけ面白かった。あー、マリエさん、 B さん、鉄筋ビビンバの野方お笑い総選挙見てきたよ、はい、面白いコンビ多かった。怖いね、怖いのか、怖くはないんじゃない怖くはないんじゃない、怖いのか、あ、いっぱいいた、埼玉の郷さんお休みということで、あ、メガネ変えましたって言ってます。いや最近ずっとこれだね、うん、中地指臭いのかと何お前ずっと指変えてたの。指はでもちょっと臭いですけど、うん、いろんなのいろんな穴に入れてるんで、まあケツ穴書くみたいな、ケツ穴、うん、あ、ケツ穴で思い出した、ケツ穴で思い出すワードなんかある？あるあるある、ないだろ、ケツ穴で思い出したって言ったら指を舐めてるんだろ今いや、あのゲイバー行ってきたんですよ。おお、ゲイバー、ケツ穴で思い出すなよマジで何を言ってる。いやいやいや、もう、ま、これ言ってるやしな、全く何よマジで全く、なんて言うんだろう、まあゲイバーに、久しぶりに行って、まあ楽しかったんですけど、その中で印象に残ってるその出来事として、いわゆるそのまあ専門用語になりますけど、うん、猫かタチかっていう2つのワードがあるわけじゃないですか、うん、はい、ゲイの方同士で、うんうん、ちょっと、イチャイチャするにあたって、うん、どっちが受け入れる側なのか、うん、みたいなのを表す単語に猫とタチっていうのがあるんですけど、うん、で接客してくれた方がもう本当にガチムチの、金髪の40後半ぐらいのおじさんで、おじさまで、曲がり、いや、ね、所ジョージさんみたいな、あ、はい、ちょっとおでこが広めのあんな感じの、はいはい、あーサーフ系な、なんかおちょっと色黒なんだ、感じのおじさまが接客していただいて、うん、その人が言うには、その精神的に猫とタチもあるけど、うん、その体の構造上猫とタチもあるって言うんですよ、はい、どういうこと。だから自分はその心的には猫だけど、うん、その体がその猫を受け入れないんですって、うん、だから、はい、入る穴と入らない穴があるんですって。これはもうどうしようもないらしくてもう訓練すればちょっとはどうにかなるけど、でももうどうしても入らない人は入らないらしいんですよ、まあまあまあ、でも入る人は経験がなくてももうすごい入りやすいっていうので、その方が言うにはちょっとお尻の穴をちょんって触らせてもらえるんだったら猫かタチか、あの分かるんですと、うん、って言われて、面白いと思って、あ、ちょっとじゃあ僕ぜひ
あの触ってもらっていいですか、あぜひぜひということで、脱いでお尻を広げてその方に見せて、じゃあお願いしますって言ったら、その方がじゃあ失礼いたしますって言って、そのもう指先で本当にお尻の穴の、あの表面をもうちょんってちょんってなんかインターホン押すぐらいの感じでピッて押して、はい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 、なるほど分かりました、中地さんが猫かタチか、発表させていただきますね、あなたはですね化け猫よって言われて、化け猫ってどういうことですか、猫すぎるわあなたって言われて、こんなに猫な穴久しぶりって言われて、僕お尻の穴化け猫らしいです、それをなんか今あのケンさんの発言で思い出しました。意味やから、なんでや今の発言で思い出しました。じゃあおじさんはどうなんですか、猫形どっちなんですかって聞いたら、そのおじさんが私はライオンって言ってて、どういうことですか、ゲイジョーク、ゲイジョーク、ゲイジョーク、どういうことですかって聞いたら、猫界の中でも最強って言われて、百獣の百獣の王の意味わからないけど面白かったなあ。やっぱさすがだな、やっぱあの辺の人たちってもうトークがレベチ、本当に、勉強になるよな。今もうすごい楽しいって言ってましたね、やっぱりもうその昔と比べてその選択肢も多いし、色物感もないし、そういう専門のマッチングアプリとかもあるから、もう今その弾くのが大変って言ってました。へえ、そうなんだ。やっぱり人数が増えた分、人数が増えたか隠さなくてよくなった分、分母が増えたのかは分からないですけど、まあ、知り合える、数が増えた分やっぱり、変な人もいるんですって中には。なんか普通にコミュニケーションが取りにくいような感じの人とかもいて、そういうのを見極めるのがもうとっても大変ってなんか嘆いてましたね。見る今の私のアプリのその通知の量って言って見せてもらったんですけど、もうブワーってめちゃくちゃ連絡来てて、距離も見れるのよ、距離も。距離って何？その人との距離、今いる距離ってこと、アプリで、はいはいはい、今6キロ以内に仲間が85名いるわ。おっさんおっさん、この600メートル以内にそのアプリを利用してやり取りをしてる人そんなにいるんですか。どこ、那覇の、あっちは前島かな、まあ那覇だろうな、前島のダブルっていう結構老舗のゲイバーなんですけど、ダブルぜひ皆さん行ってください。男男でダブルです。で、ケツの穴触らすっていう、で、なんかすごい気に入れられて入れられてって言うなよ。ここでこのタイミングで言うなよ、お前。気に入れられて、入れられてって言うなよ、気に入ってもらえてな。なんかお店のグッズ、もうグッズ持って帰りなさい。グッズってなんだろう。ゲイバーのグッズって何。オリジナルタオルと普通オリジナルタオルはまあ分かるじゃないですか、でめっちゃ可愛くて、で あと1個オリジナルグッズあるから持っていきなさいって言われて渡されたのが、オリジナルで作ったあのホットソース特製ブレンドしてあるから、なんだわ、とっても辛いからお尻から火吹くわよって言ってましたね。ずっとお尻の話してるわ、そう考えたら。で、帰ってから嫁に言ったこの話ちゃんと。しました、しました。笑いそうだな、あの嫁笑いそうだな。こういうのは好きですから。ホットソース2個もらいましたね、うらやましい。ホットソース2個とタオル2枚、なぜか2人分もらいましたね。ダブルだからな。ダブル。最近飲みに行ってます？すごい行ってない。あら、マジでいつから行ってないかな、読谷から行ってないじゃん。それは言い過ぎだよ。行った？いや、ちょっとケンさんのスケジュール全て把握してるわけじゃないの。俺と飲みに行った？ケンさんとは行ってないかもな。
りと言ったかな一回。はいはいはい。だからあのあれよ、小沢笑い後も飲んでないし。うん。うわ。だから劇場後行きますか。劇場っていつか。でもまだまだだな。25日だろ。25。F ライブが来週か。あ、F ライブ後行きます？月曜日か。ちょっと時間遅いっすか。そんなことないか。別に9時からだっけ。とかには終わる。8時ぐらいに終わるね。うん。でも次の日に仕事かな、普通に火曜日。そうね。M1 終わってから行く？おお、マジっすか？ M1 日曜日でしょ。いや、俺また終わりで仕事入ってるんですよ。断れ。俺行くよ、じゃあ。お願いしていいですか？仕事。じゃあ、結果、俺、一人で。一人で酒飲む。どうよ、M1。どうよ。M1 はそうですね、今週日曜日に8月11日、トマリン。アネックスビルでしたっけ？ありますけど。どういう仕上がりは？今日休んでよかったんです。もうなんで？は？ネタ合わせとかしないといけない。しないしないしない。できない。あ、そうなの？うん。あのプリウシュンと。シュンさんと一応出るっていうことで、うん、一応前まではそのもうネタ合わせする時間もないって言われてて、うん、そんなことはないだろうと思ってたんですけど。だからもうありネタで出ましょうっていうことで話してて、うん、そして長男とレッツ懐かしい懐かしい懐かしいだよ、2年前かな、うん、あやってましたけど、一応何のネタかは決まってないんですけど、ありネタでやりましょうみたいな話してたんですが、1週間前ぐらいにしゅんさんから連絡があって、うん、ちょっと新ネタを下ろしたいですと。あ、急に熱入った。そう、どうした、わかんない。プリウシュン。まあ、でもシュンさんこんななんで気分嫌なんで。こんな。うん。まあ、急になんかライブ前日とかに。俺も気分嫌だから。うん。明日新ネタ やらせてくださいとか。なんで、まあでも新ネタやるっていう。出番直前に言ったことあるよ俺。宮地。いかつー。あ、新ネタやるからよ今。やば。え。いやー無理なんだよな俺それ。それがあのネタよ。まあ、でも宮地さんはでもそれがいいと思うんだよな。でも宮地さんもでも本当にそれ嫌だ、嫌でしょうね。嫌だよ、嫌、うん、だけど、うん、開き直った時はめっちゃ面白いね、最強ですからね、うん、それができるのが一番いいんだけどな。いやきついよそれ狙ってやるのは。漫才は一番それがいいと思う、うん、で前日10日土曜日に、うん、義理の大坪っていう、ね、うん、あのフリーライブにちょっと急遽出させていただくことになりまして、そこでネタを下ろして、ビッグボディも出るって言ってたな。あ、そうですね、それでどうなるんだろうみたいな感じですね、うん、あそこでじゃあ下ろすんだ。初下ろし下ろして2分。2分、はいはい、うん、で11日っていうことですよね。なんか今回沖縄予選ちょっと人数少ない感じ、2、30名ぐらい、2、30組ぐらい少ないような感覚。じゃあ何、50組ぐらいしかいないの。60ちょい。まあでもそんなもんね、そんなもんか。70ぐらいのイメージで、ちょっと少ないのかな。ただ去年が結構多くて、それこそ県外勢がいっぱいいたんですよね。あ、そうなの。県外からわざわざ沖縄に。沖縄に。へー。トップクラスで、うん、沖縄予選がその通過率高いんですよ。あー、そうね。なんか本当に通過率高すぎて、一部の熱狂的なファンからはどうなってんのこれみたいな声が上がるぐらい、うん、俺も思ったもん。 60% ぐらい上がるんですよ。ありえんよないやいやいや、それだけ面白い人たちがいるっていうことでいいじゃないですか。なんか他の会場は 15% から 20% ぐらいなんですよね。一応あれさ、受ける組も多いさ、うん、県外は、うんうん、100何組とか出たりして、はい、そっから10組20組ぐらいしか受からないさ、うん、でも沖縄なんか60、70しか受けるのに20組、30組そう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 受かったりするさ、うん。いやいや、もうこれはね、もう僕らがどうこう言える問題ではないですから。試されてる。お前なんか飛行機乗って内地に来て2回戦受ける、ちゃんと意気込み持ってる？やる気ある？そんな嫌な審査はしないでしょ。とりあえず1回戦、はいはいはい、入場料払って、はい、合格合格、
あ帰りに帰こうラーメン持って帰ってみたいなそんななんかおラーメン屋みたいな感じではないと思いますよ。3,40 組通しても、まあ、20組ぐらいはどうせ内地来ないでしょ、まあ、これだろうな。すごい感覚だな。いやそうではないですよ。そうあそんな感じちゃんと厳正な審査をして。そうかな、俺見に行こうかな M1 の予選。あの見れるでしょ。見れますよ。あ見たことあります。見たことない。俺出た時無観客だったから。お客さんがいる M1 予選見たことない。僕が一番おすすめなのは、うん、MC のクーバさん。あ毎年もうめちゃくちゃ面白い。へえ。もう意味がわからん。なんかダメじゃん。その喋ってる言葉とかも、もうクーバさんのテンションが高すぎてちょっとよくわからないんですけど、ただ信じられんぐらい盛り上がる、盛り上げる。あすごいね。もうなんか去年、いやもう意味わからなすぎるだろうと思ったのが、でもダメじゃんMC の方が面白いやしってなったらダメじゃん。いやダメですけど、盛り上がるっていうか、ダメですけど、あとはなんかダメじゃんいやでも相当あったかい、聞いてるかな、クーバさんですからね。聞くか、この辺に住んでるだろ。聞くか、宜野湾出身ですもんね。この辺に住んでる。あ住んでるのもそうなんだ。多分、ね、そうなんだ。アラグスクかどっかに住んでる。めっちゃ近い。そうそうそう。キャーさん童貞なの声でかすぎるんだよな、あの人。あとなんでいつも首にタオル巻いてるんだろう暑いかもしれないずもう年中無休でずっと巻いてる。ずっとメガネずれるんだよな。ずっとメガネずれてるし忙しいですよあの人も、うん、去年の MC で印象に残ってるのは、じゃあ続いては、C グループ10組続けてどうぞみたいな、うん、あの振りの時、うん、あの毎回そのよくわからないんですけど、では続いて C グループ10組続けてひやささって言ってはけていくっていう、なんか意味がわからない振り方してて、沖縄感を出そうとしてるってこと。で お客さんもなんかはいやって言った方がいいのこ どっちってなってたら、もうすぐ出囃子が流れてきて芸人がどうもって出てくるっていう。これは審査員向けに沖縄感を出してるってこと。だって見に来るお客さんって沖縄の人わからなすぎる。もう不思議、うん、いやあ何時から1時とか10時からスタート。ちょっと早めだったと思いますね。ちょっと見に行こうかな、日曜日だから。何時かな。これ1回入ったらもう出入りできるの？もうずっと多分できない。出たらもういいのかな、どうだろう。でも60組も見れんぞね。あ再入場できない。あできないか。で1時からですね。あでちゃんと今回の MC もクーバさん書かれております。何時まで？1時から。1時から4時ぐらいで終わりは書かれてないですけど、60組でしょ。わまあ4時には終わるんじゃないかな。5時ぐらいか。うん、いやー始まりますね、楽しみ。今年どうなるんでしょうか。頑張って、中地。真っ先にね、東京で予選を受けてきた金ぴらごぼうさん。言うなよ、こんなの。かわいそう。いや沖縄でも受けるって？いや、沖縄で受けれないから、東京に行くタイミングがあったから、その時に合わせて受けたっていうことなので、はいはい。やっぱハードスケジュールすぎたんじゃない？ねえ、どうなんでしょうか。キングオブコントの2回戦やって、すぐ M1 の1回戦だったでしょ。いや、なんか、きんぴらさんなんか M1 がね、去年から調子悪いんですよね。本当になんでだろう。相性だと思うんですけど。相性っていうか、やっぱ1回戦は2分さ。はい。で、こんだけバーって出るから、やっぱインパクトはある程度残さないと。いや去年とかな、本当なんで受かってないんだろうっていう見てたんですけど、うん、めっちゃ受けてたし。あそうなんだ。はい、それでも落ちるっていうね。だから沖縄のあれはダメなんじゃない何ちゅうこと何ちゅうこと。出ないから言うけど。いやいやいや、ちゃんと審査していただいてますから。適当なんじゃないのそんなことないです。あこれなんと一応大きい声出てたよね。オッケーオッケー、じゃあ
なんかいやもうちょいそんな学芸会みたいな感じではやらないと思いますけど。そう、ただの木取さんポムポムプリンの話してもしていいのやいつした。俺なんかポムポムプリンの話すると思ってんの。僕が X でね、告知がてらその引用リツイートであのポムポムプリンって、だけ引用リツイートしたんですけど、はい、あそういうことね、うん、いえ好きじゃないでしょ秋典さん。ヘビーリスナーだな。ああポムポムプリン絶対好きじゃないでしょ。一番聞いてくれてるはずな秋典さん、ね、うん、忙しいはずなのに本当に、うん、8月から大変なのに秋典さん、ね、いろいろとね、ああ役職も増えて、うん、このラジオも聞きながら YouTube とかの編集もしながら、うん、他局のラジオも聞きながらテレビも見ながらみたいな多分感じですよね、うん、そう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 。デスノートの、L、うん、の モニターみたいな感じでまあ秋のりだからな。ああでもな今何やってるのか分からんくなってくるはずな秋典も。いや大変ですよ本当に。秋典から LINE 来るときっていつも大体飲みの誘いだけよ。はい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 、いついつ空いてますみたいな飲みに行きたいんだろうな秋典はっつって健さんに話したいこともあるでしょうし、飲みに行ったんですよ先日。お誰と秋典と。いやいやもう全く関係ないゲイバーにだろう。いやゲイバーともまた別日で。いや七飲みに行ってんな最近。週1ぐらいでは行ってますね。なんでそんな飲みに行く。なんたまたまその誘われてっていうのが続いて。断ったりしないの。いや基本やっぱ行くようにしてますね赤ちゃん色に。いやだからやっぱそこまで遅い時間はいないですね。早い時間から行けるときだけ本当に7時ぐらいから行って10時11時には帰るみたいな、家庭が平和だったらいいけどさ。行きまして、一人女性の方がいる会だったんですよ。それ以外は全員あの男で、うんうん、でその女の人がもうなんて言うんだろうな、お笑い好きな方で、ほうめっちゃお笑い好きなんですよ。お笑い芸人さん大好きですみたいな、うん、で僕以外にも芸人何名かいて、はいはいはい、もうなんかそのスタンスがなんかちょくちょくきちーっていうのが何個かあって。え、何の話？何の話？なんかたまに言いません？誰の話？誰の話？あ、いやだからお笑い好き。誰誰誰？その自称する方。一般の方？一般の方です。はいはいはい、はい、多分こっちを気持ちよくさせようとしての発言だと思うんですけど、うん、あ、もう私に構わずあのお笑いの話とかしちゃって全然大丈夫です。もう私この隅っこでもうお酒飲んでるだけなんで、はい、とか、はいはいはい、もう芸人さんなんでね、もうあの全然あの下ネタとか全然気にしないんで、もうあの下水話全然してない。もう私下水全然聞いてない。芸人がみんな下水話すると思わないですよね。酒タバコギャンブル全部好きですもんね。ポンポンプリの話するぞ以上ですみたいな、うわーきちきちみたいな、うん、あ、えなんか定期的に僕こういう方に会うんですけど、別の人ですよ。ケンさんも周りにいないですか。いないいないいない。そんなおもんないやついないよはっきり言わないでよいないね。でなんかまあやっぱもうその生っ粋の雑魚感っていうのがあって、なんか中地がね、うん、僕だけすごいなんか標的にされて、そういうのが寄ってきやすいんだよ中地はやっぱ、うん、なんかみんなにはだからこうもうねね芸人さんですからもう、はい、どうぞどうぞっていう、うん、なんかへこへこな感じなんですけど、僕にだけなんかもうでも中地さんはねあの動画とかもなんかアップしてるの見てますけど、もっと他にやれることあると思うあると思う。育児とかいやそういう育児はね育児とか確かにね頑張らないといけないですけど、いやもう本当に頑張った方がいいですよ。なんかしれっとインスタのフォロワー1万人ぐらいいってたろお前。あ、行きました、やばっ1万1000人行きました今日
やばっ漫画家ですよ、僕とうとう。え、中津さんって呼んだ方がいい？いいえ、いいえ、別にツイッターのフォロワー増えたからって言って、あ、 X のフォロ、 X じゃない、インスタ増えたからといってやっぱ特に何も変わらないですよ。1万1000人フォロワーのいる中津さんです、ね、なんか語呂悪いですね、1万1000人って。なんか50万回再生とかしてるやつもあるじゃないですか。いや、ありますよ。すごいですね。マックスは200万再生のやつなんですね。2、300万ぐらい、はい、行きました。こういうの全然言わんよな、お前な。あー、なんかうざくないですか。俺、インスタ1万人行きました。言うキャラだろや。どっちかと言えば。いや、言いたいし、浅田俳優です。なんか他から言われるの待ってる感覚が鼻につくんだよな。いやいやいや、そう、これ言おうと思ってたんです。ぜひ、はい、もう待ってました。ケンさんよく言ってくれました。も誰も言ってくれないからさ。いやみんな腹立ってんだよ、ヤーニー。いや、ちゃんとだって頑張ってるからね。頑張って言ってよ、みんな。すげえなってなってるけど、お前はしれっと別に、はい、1万人。いや、1万人はすごいでしょ。タクヤはネタの中で言ってるやつ。1万人架空の親友ね、みたいな感じでやってるから、みんなすごいと思ってるけど腹立ってるわけよ。いや、だからちゃんと言ってくださいよ。だからそこはちゃんとお前がちょっと聞いてくださいよ。1万人行きましたよ、イエーイ、タクヤ1万人みたいなのにやっとけば、みんなが、そんねって言うな、お前はお前よみたいな突っ込めるのに、キャラじゃない、なんか。なんかそんなキャッキャしてる、なんかちょっとシャに構えて、もうタクヤ大事なさみたいな、なんか分からんけどさ。いやー、エンダー行こう、エンダーみたいなやつ行きましたよ、1万人。言えばいいのに、しれっと誰か言わんかなってずっと待ってる感じが。沖縄のお笑い芸人ではトップクラスですからね、1万人って。ほら、どんどん出てくるでしょ、思ってることが。言えや、今日全部。まあ、アリンクリンさんがね、4万人近いんで、あれなんですけど。まあまあ、でも。うん、アリンクリの次でしょ、中地は。次って言っても過言ではないんじゃないですかね、ぜひ皆さんも、うん、最近なんか青年会のなんかやってるだろ。そうちょっとネタ切れになってくるとまた別のキャラが出てくるので、うん、キャラをじゅんぐりやってますけど、やっぱその1万人まで行って思うんですけど、うん、やっぱそのいわゆるステマみたいな案件めっちゃ来ますね。マジ？はい、来ますよ。あとは今インフルエンサー向けの、うん、飲食店を、インフルエンサーに宣伝してほしい飲食店をリストとして持ってますので、よかったら中地さんも登録しませんかみたいな。あ、なるほどね。これを登録することによって沖縄県内のそういう飲食店を斡旋できますよみたいな。へ、怪しいと思って。怪しいけどでもありそうじゃないですか、今の時代だったら。そういう業者そうになればいいのか、俺もインフルエンサーと飲食店、アパレルをつなぐなんか、うん、中間管理職みたいなね、人たちから連絡来たり。そうなんだ、面白。だからそういうのもっと言っていけばいいのに、お前なんかずっとしれって鼻につくわ、マジで。メッセージ届いております。はい、中地さん、ケンさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。トゥインクルちゃんです。先週なぜかラジオネーム間違えた。中地さんにお聞きちゅるけど、ミーのラジオネームナナとトゥインクルちゃん、どっちが呼びやすいとかある？あるなら教えてほしいです。あー、俺結構どっちもしっくりきてるんだよな。ナナちゃん、トゥインクルちゃん。あー、でも4対6の割合でトゥインクルちゃんがちょっとだけ言いやすいかな。うん、でもそれぐらいのもうビビたるさですね。ナナちゃん、トゥインクルちゃん、うん、トゥインクルちゃん
トゥインクルちゃん。続き読めやマイク、さてさて話は変わるけど、神保町花月という吉本の劇場知っていますか？その劇場が10周年迎えた時のカルタ持っています。吉本の福袋買った時に入ってて一度も遊んでないんです。気になるなら今度見せますね。神保町花月って今で何年なんだろう。令和ロマン聞いたことあるけど、令和ロマンさんも多分神保町じゃなかったかな。だから若手なんですよ、東京の若手が所属してる、もう登竜門的な、うんうん、そっから、無限大に行ったりだとか、ね、もう本当に若手中の若手、うんうん、が出るところではあるんですが、ただその若手が今もう勢いありすぎてて、じゃヤーレンズとかもってこと？ヤーレンズ吉本じゃないんで。あ、そうなんだ。元吉本かな、大阪吉本で今は、K プロ、別だったかな、うん、九番街レトロ、令和ロマン、エルフ、ギャルのやつね、うん、あとはナイチンゲールダンスとかも M1 のもう準決勝に出てくるようなそうそうたるメンバーが神保町にいる、その劇場の記念の時に買ったカルタがあると。なるほど、うん、神保町ね、行ったことないんですよ、うん、神保町花月は。前は通ったことあります。それこそ、元 FEC のリーク、はいはい、リーク今立ちこぎっていうコンビで頑張ってますけど、はいはい、神保町の所属に向けて今めちゃくちゃ頑張ってるの、みたいですね。すごいね。劇場それぞれに所属のシステムがありますから、うん、その神保町花月のすぐ近くに、ラーメン二郎、うん、本家のラーメン二郎、あ、二郎系じゃなくて二郎、本家の二郎の、店舗がありまして、そこに並びましたね。2時間地獄だったな。中地も所属したらじゃあどっかの神保町か月どっかの花月に、怒られない？ラーメンか月に、ラーメンか月所属した方がいいんだよ。それただのバイトじゃないそれ。ラーメンか月でバイトしてるだけの人じゃない。一日出たら お金もらえる。バイトじゃないだからそれ。その劇場の出番を経てお金もらうんだったら芸人としていいですけど、ラーメンか月ホールで入ってお金もらうのはただのバイトですからねそれ。9時6時で出た、バイトじゃん。意外と朝早いし。ラーメンか月美味しいけど、美味しい美味しい黄金の味噌ラーメン、羨ましいよ俺は。一択、所属してないですよ僕。まだ所属してないですよ。まだというか今後もする予定ないですし。なるほど、うん、お客さんとして、はい、ラーメンか月は行かせていただく予定ですね。トゥインクルちゃん詳しい、私お笑い好きだけど勉強不足ってことで、うん、いや別にお笑い好きなのはもうね、別に得意不足とかないから、自分の好きなジャンルとか好きだと思います。みんな好きだからね、うん、それでいいと思います。うん、なんだばこの間は。いやなんだば、いや二郎うまかったな、またコメント拾えや。もう沖大さんこんばんにゃということで、おまにゃ、マリアサンピンさん、どこまでも開く穴。もう結構前の、ケツの穴からポメラニアン、あ、両党のね、うん、ケンさんのイケメンが止まらない。あ、こんないいコメント書いてたわけ。お前早く拾えよお前。そんなもん、あ、いけ、今ボンボンプリン拾ってる場合じゃないだろ。何やってる場合、下地さん、ケンさんお疲れ、うん、中地です。中地です。上地でも下地でもない中地なんで、うん、そろそろ覚えてください。ケンさんお疲れってこと、お疲れです、もう終わろうとしてるんですけど、ます、はい、また来週もお願いいたします。お送りしたのは上地でも下地でもない中地と、ボーズマンケンでした。M1 周り飲みに行けたら一番良かったのにな、うん、ちょっと、はい、それこそ、今度の日曜日に動画をアップすると、毎日投稿200日目に突入です。おお、もうまだ一応節目節目は松本の2やし、
そう、めっちゃしんどい。でも3分の2で1万人来てるとか。いや、これベース的には遅い方だと思うんだよな。そのバズる人ってもう本当にバコーンって言って。でもさ、1万人ってことでしょ。1万人はどうにか。1年経った頃にはもうもしかしたらバコーンっていく時期ができるかもしれない、ね、行ってほしいな。まあ、ありがたいんですけど、やっぱり結構あの声かけられる機会も増えてきてて。あ、マジで。それこそ披露宴の司会の依頼とか二次会の依頼とか。おい、タクヤーでやって、タクヤーでやってって言うわけないだろ。新郎タクヤー、新郎タクヤーって言うわけないだろ。失礼すぎるだろでも声かけられるのも多くなったと同時に、DM でさっきユニオンいました、怖っ、怖っ、今日330バイクで走ってましたよね、あ、怖っ、結構やっぱ見られてるんだっていうのが。いやー、怖いな。怖い。ちゃんとお前も意識しないといけない。そう、あんななんかバイク何キロも押して歩かんで。ほんと3週間前の FM 技能案終わりにバイク壊れちゃって。あ、そ、これ終わり。そう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 。で、押して帰った。押して帰った。地獄。金なさすぎて直してなくて。こんな夜中からバイク押して帰ったのや。そう、送るよって言ったのいや、送ってもらえればよかったな。あ、先生、義理のおつぼ出るんだね。はい、出させていただきます。意外っていうかあれですけど、あの初めて参加させていただきます。これも出るかな。おお、多分まだ一応オファー来てる。出てくださいよ。出ましょう。ボズメンで出れないってなったからピンでどうしようかなって感じで。出てよ。あれ、打ち上げもあるんですよね、うん、打ち上げ参加したいなと思って。そのまま、そのままで、ね、打ち上げ楽しそう。行きたい。何をどう楽しそうだっけちょっと何それ。打ち上げ楽しいよって。打ち上げ、うん、頑張ります。ということで、ツイキャスの方も終わりたいと思います、はい、また来週お願いします。バイバイ。おやすみ。